お疲れ様です。今回も舞姫大学の特別講義やっていこうかと思います。昨今ですね、私のライブ放送で若者の車離れ、若者のお酒離れ、若者の恋愛離れなるものを次々と紹介していったわけですけども、このまま行くとね、若者の街、ファッションの街、渋谷109、竹下通り、こういったところがですね、実は若者がいなくなって、若者の街離れとでも言いますかね。 ただでさえ若者の数がどんどんこれから減ることが考えられているときに、例えば渋谷109みたいなファッションブランドが、10代、20代中心のファッションではやっていけなくなってですね、50代向け、60代向けのファッションを提案するような、まあ、そんなね、シルバー世代の街になるんではないかなというふうに考えちゃうんですよ。で、ここから発生して今回は、私たち1970年代生まれが、まあ、10代の頃に体験した 暴走族ブームこれについてちょっと考えてみようかと思うんですよというのがね暴走族も一つの経済のマーケットを作っていたんじゃないかなと思うんですよまあ、例えばバイクだってね暴走族はバイクを盗むっていう傾向がありますけどもまあバイトして一生懸命買ってるやつが大半なんですよねまあ、そうなるとバイクっていうのは一定の売り上げを作ってそれに対してホンダですとかね、えー、それから ほ他にもどんなメーカーがあるのか全然出てこないんですけどもねバイクのことに詳しくない私はねあのバイク屋さんっていうのもメーカーがあって販売店があるわけですけども暴走族がいるからこそバイクが売れてバイクが壊れるからこそメンテナンスをしてそれからドレスアップをしたりとかねカスタムをしたりみたいな感じで実はバイクってね買った後の方ががお金がかかるんですよ特に暴走族なんてのはまあいろんなね形に改造したわけじゃないですか。 ね、なんかパーツをつけたりとかねマフラーをやってみたりとかねまあすごいお金がかかるんですよだから暴走族っていうのはあのバイトをやっぱりせざるを得ないというところがあってね暴走族活動してることによって動く経済っていうのはまあ推定でですけどもやっぱりね数百億円に及んでいたんじゃないかなと思うんですよねうんでデータがね残っていないっていうことを考えると、うん、やっぱり想像するしかないんですけどもでも 暴走族ブームバイクブームが去った後に、うん、バイクの販売店ですとか整備屋さんとか街のバイク屋さんってどんどん潰れていって最近ではですねあの大手しか残ってないんじゃないかなと思うんですよでインターネットなどで中古のバイクなどを検索するとものすごく高くなってるんですよね特にノーマルが高いんですよ、うん、というのが1970年代とか80年代に発売されたバイクっていうのはやっぱりね、うん、そういったカスタムが 前提となって売られていましたんで、だいたいね、あの、まあ、購入したバイクっていうのは改造とかドレスアップが施されていて原型がないんですよね。まあ、ですんで、全然ノーマルで走行数が少なくてちゃんと整備されてるバイクってのは数百万に及ぶことがあるんですよね。まあそう考えていくとものすごくね、うんなんか興味深いなと思うんですけども。 まあ、暴走族の経済規模を正確に算出することは困難の中でもいろいろ想像すると活動が非合法であるために正確なデータが存在しないっていうのは確かなんですけども資金源となります暴走族だってねやっぱ一つのコミュニティである以上を運営する資金が必要になってきます、まあ、そうなると暴走族に所属していたメンバーからですねある一定の会費を集めるということになっていたと思うんですよそれから違法行為による収益っていうのもあります まあ、暴走族がねカツをしたりなんとかっていうのもあったかもしれませんねえそれから保護者からの援助っていうのも当時一部あったらしいんですよまあ子供がね暴走族とおぼしきところに所属しているとなったら、うん、まあなんか警察のご厄介になるよりもお小遣いをちょっと多めにあげようかなみたいなところもあったかもしれませんしえそれからねやっぱりねお父さん世代お母さん世代もまあ自分たちの子供の暴走行為に、うん、まあ応援するっていうのかな うん、そういった人も一部いたと思うんですよ。つまり、暴走族上がりの子供がやっぱり暴走族になるみたいなね。まあ、そんな、族の連鎖っていうのも起きていたのかもしれません。まさに家族だなというね、冗談になってくるわけですけども。さあ、そういうふうに考えていくと、2002年にね、発表された資料が私の目の前に飛び込んできました。えー、暴走族の経済規模に関する調査なんですが、これ警察庁の調査になってきます。えー、当時の暴走族の経済規模はやっぱりね、 数百億円といいう,うに推定されていたんでですよで近年はこの Z 世代と言われる00世代西暦2000年以降の世代ですけども暴走族の活動規模が急速に縮小していますんで現在はですねこれよりも小さいんではないかなというふうに思われておりますで私は今回ねこうやって動画を通じて暴走族も一定の経済だったんだよっていうとですねまるで暴走族が存在したことを肯定するみたいな、うん、そんなね あの話になっちゃうかもしれませんけども基本的には暴走族っていうのは社会悪なんでない方がいいわけですよ。うん、で子供たちがね違法のバイクに乗ったりとか盗んでみたりとか、うん、そういった体験を通じて悪い仲間とね悪いやつらになっちゃったりとかで当時1960年代70年代っていうのは暴走族に対してヤクザからのリクルートがあったっていうのも確かな話ですしね。 特に私のいる広島では実際にえスコ港と言われるお祭りがあってそこは暴走族の卒業式が大々的に行われてたんですよねと同時に、まあ、広島市内に根付く暴力団からの暴走族が卒業したんだったらうち来いやみたいな引き抜きもあって、えー、暴走族っていう組織からですね、まあ、ヤクザに昇格するみたいな、まあ、そんな動きがあったわけですよ、まあ、そうなってくると暴走族はヤクザ予備軍という形でね やっぱり警察にもマークされますし当時恵比寿港ではね機動隊が出て毎年毎年大乱闘していたっていうこともあるんですよね、うん、まあ今はねその恵比寿港ってのはあ穏やかな街の楽しみにはなっていますけども、うん、なんか不謹慎を承知で言わせていただければなんかちょっと寂しいなという気もしますね、はい、でねあのまとめになりますけども暴走族っていう,う一定のムーブメントも確かに経済を動かしていて 商売のために暴走族に協力する店舗もあったりとか、それから暴走族をやっているメンバーが、まあ、18、19を境にですね、真面目になって、その豊富な知識と人脈を生かしながらバイク屋をやって、若者の育成に当てていくみたいな道もあったみたいですね。まあ、あの、暴走族の知り合いは私にはいませんけども、その暴走族のね、メンバーが、えー、自分の知り合いの、うん、兄貴分のね、 バイク屋に通い詰めていたみたいなことはまあ想像できることだったかなと思います、えー、現在ですねあの私の住む町にもそういった暴走族のメンテナンスをしていたような専門店は、まあ、すっかりとね、えー、空き箱になってしまってなんか当時のにぎわいを見せるまでもなくなってしまいましたけどもねうんただ現存している個人商店に聞いてみるとやっぱり暴走族っていうのは迷惑な存在だったかもしれないけどもでもバイクっていう時代を作ったんじゃないかなっていう風にね 振り返ってて寂ししそうに言われてましたねはいということで今回はね暴走族の経済規模ってものについて軽く考えてみましたけども、うん、やっぱりねどんんななコミュニティにも経済っってのはあったわけなんですよ、うんまあ、そういったものが今なくなってしまってね若者の何々離れっていうふうに一言で片づけてしまいますけどもそこには大きないわゆるね 若者じゃない50代60代の必要とも大きく関わってるんじゃないかなというふうに思えてやまないわけなんですよ。それでは今回は以上ですお疲れ様です。